どうもハンサムクロジです。ラストデイオブジューン続きやっていきましょう。引っ越す必要性ですね。あの人の動きを変えて、なんかちょっとだけ運命がまた変わったんですけど、結局やっぱりまだ何も変わってないみたいな状況です。ちょっとずつ良くなってきてんのかな。続きやっていきましょう。怒ってるだいぶイライラしてますよね。まあわかるけど、なんかこうもう死んじゃったってなったら諦めもつくのに、こういうなんかちょっといけるかもみたいな状況一番嫌ですよね。いけるかもでもいけませんみたいな、これがもしかしたら地獄の正体なのかもしれないな。事故を起こしちゃった当の本人はこれメガネくんですからね。そっか、これ地獄か、こういう地獄だ、怖っそんなことないといいんですけど。じゃあ行ってみましょう、絵の世界へ。覚えてる、次誰かな。あの銃を撃ってたおじさんかな、鉄砲の人。あーやっぱそうだ。あ、見てたの？無視すんな。あ、気づいてたんだ。え？え？あー、崖が崩れて車の上に落ちて、めっちゃ怒ってる、怖っ。そうだね、ついに過失割合が 10-0 になったもんね。うん、よし助けに行こう。呼んでる、声が聞こえる。奥さん、こっから出たら、あ、事故った車がある、ここに。ここの上に、あの崖が落ちてきたの？地獄すぎるだろ。大変だな。ここ開けときますか。よし、で、ここを自由に行き来できるようになったな。あー、買ったんだ、ベビーベッド。慰めてる赤ちゃんのね、服も使うことはなかった。なんかプレゼントをあげてちょっと慰めてますね。それで心の傷が癒えなかったんじゃないか。うん、あ、なるほど、あの絵を描く道具をプレゼントしたんだ。それで描いた絵が奥さん亡くなってからめちゃめちゃキラキラ光り出してる。ちょっとうろうろしつつ、あ、ここはもう来たか。ああ、痛い痛い痛い。こんな奥っぽいんですけど、ちょっとこっちの細道の方もなんもないんだろうな。うん、階段しかないから行けだそうですね。
今度はこのおじさんが、あ、ここ犬禁止だ、ちなみに。このおじさんがあの崖のところをうろうろしないように仕向けなきゃいけないわけね。あ、この鉄砲の人と鉄砲おじさんと夫婦の関係がこれでわかるのか。いい人だ。結局いい人なのよね、みんなね。なんかちょっと変な人っぽいなと思っても。ほんとこれこそ健やかなる時もやめる時もか。結婚の誓いと一緒で、ずっと一緒ですね、落ち込んでても。で、あそこの絵を描く場所を教えてくれたのが鉄砲おじ。いい人。あ、鉄砲おじの家か。この犬小屋もあるしな。これでっかい家。あ、わざわざ招いてくれたんだ。使っていいよ、っつって。優しいやん。とあ、狛犬みたいにブルドッグが2匹。こっちはいけないっぽいね。いけない。よし、じゃあ絵の世界に飛び込もう。え、消えた。あ、そうか、そうだ。何回やったら覚えるんだよ。ここで触ると消えて家に戻って入るんだよね。そうだそうだ。よいしょよいしょ。さあ来ました。これ怖い、地味に。さあ行くぞ、鉄砲おじの世界へ。彼女を救う。なんだ、何の音、何の音、今のカシャカシャカシャ。なんか擦るような音。なんだ。うわ、あ、鉄砲おじのおじいちゃん、お父さんかな。うわー、いっぱい剥製がある、頭の動物の。だそういう代々こう動物を飼って暮らしてる家なんだな。うちの実家にもありましたね、こういうのいっぱい。どこ行ったんだろう。お、鳥だ。あー、メダルを取られたから、この取った鳥を追いかけてずっと撃ってたのか。なんか鉄砲撃ちまくってるから、イカれた人だと思ってたわ、すっかり。たしなめられてる。ご夫婦が出かけるところを見送って。ボート。
ボートに乗れる場所を発見しましたけど、あ、いた。とりあえず狩りに行くか。じゃあどこ？いたいたいた。どうやって撃つんだ。あ、犬を呼ぶ。待て待て待て、あの木の近くで呼んだ方がいいんじゃない？撃つ。一回犬呼ぶ。犬呼ぶか。おいで。あ、犬が来てくれない。遊んでて。わ、ここが運命の分かれ道か。とりあえず撃ってみよう。全然当たんないね。まあ当たんない世界線だもんな、これはな。思い出。あ、違う、小僧の思い出だ。おあ、こっから自分の家見ながら書いてみたらっつって、このおじさんが、鉄砲王子が勧めたわけだ。なるほどね。鳥どこ？いる。よし、撃つぞ。絶対当たんないって分かってはいるけど。どうも。なんか謎のアピールしたけど、いなされましたね。ちょっと犬をさ、返してくんないかな。小僧、どこだ。あ、いた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 。おい、行くぞ。ダメだ、全然言うこと聞いてくんないわ。仕方ないね。開けれる？この人。開けれない。どうやって行きゃいいんだ。ほほほほほ。ぐるっと回る必要があるのかな。あ、こっちか。なんかある。鉄砲王子の思い出見てみよう。ああ、あ、幼馴染なの、丸メガネと。あ、そうだったんだ。遊びたかったけど、いや、お前はちょっと狩りの練習しなさいみたいな。遊べなかった思い出があるのか。へえ。これ行くぞ。ダメですね。さあ、そろそろやばいんじゃないか。
お、巣だったんだ鳥の。あ、ここでこういう流れで運命が決まったと。じゃあどうしよう。子供をタコで遊ばせるしかないよな。うわあ。いろんなことが同時に起こってる。よし、じゃ子供だ。タコでもなく、サッカーボールでもない運命があるのかな。3つ目の運命を探すか。そうだ、行けるようになったとこがあるから行ってみよう。あの鉄砲王子の家の近く行けるようになったよな。よいしょ。でもここら辺で何ができる。あ、とりあえずこの思い出をゲットして、ゲッツ。思い出。あ、彼の思い出。ああ、やっぱり。あ、違う、これ見たことあるわ。遊んだ。どういう状況？うん、がっかりしてる子供とタコで遊ぼうって言ってるおじいちゃん。別の運命、別の運命。こっち？なんもないな。ここも行けるけど。話しかけてみよっか。はい。引っ越しお姉さん。引っ越しお姉さん。ダメ。あ、ここだ。おいしょ。ほっ。よし、いける。思い出。この思い出がなんかヒントになってんじゃないか。あー、窓ガラス割っちゃったりしてね。怒られたりして。やんちゃだけど、仲良く遊んでたわけだ。あと行けるとこは。ああ、あそこだ。行けるぞ、あれ。あれ行けない？あ、行けない。ああ、なるほど。ああ、
あのお姉さんの時に鍵開けてないといけないんだ。くそー、あれ取りたいな。そういえばこれ お墓らしいですよ。教えてもらった。あれお墓じゃないじゃんこれ。お墓かなと思った。お墓だって聞いたんですけど、これ普通に水道ですね。これ蛇口がついてますね。なんだここは鍵かかってるし、タコ揚げでもしようやって言ってんな、おじいちゃんは。タコ揚げちゃダメなんだよ。待ってくれ。ない。ちょっと大人で大人に手伝ってもらって道を切り開かないといけないな。とりあえず犬と遊んで一日を終えようか。で引っ越しお姉さんにあそこのドアの鍵を開けてもらおう。鍵を開けてと。よし、人んちだけどね、勝手にいろいろしちゃいます。よいしょ。んで、これでここも開けて、よしよしよし、だいぶ動けるようになった。あとは怖かないもんな。彼女の思い出も確かこっちにあるから、どっちだっけ、こっちか。あ、発見。よいしょ、ゲット。クワ持って眺めてるイチャつきをちょっと怖い。引っ越しお姉さんは丸メガネのことが好きだったからね。さあもうちょっといろいろ見て思い出を探したいところです。こっちは、こっちは違うか。ちょっと待ってよ。ここはまだ開けれないんだな、誰も。ちょっとまだ難しそう。あ、ここ開けとくか。あれ？ここは開くのか。ここは開くけど、あ、子供じゃないと通れない。
思い出が転がってて、よし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 、ここも行けない。紐ください、とりあえず。よし、紐もらってと。こっちはなんかあるかな？ない。よし、この運命を終えよう。よいしょ。よし、行こう。はい、何も変わらず。もしかしてタコ遊びパターンか。もしかして、まあでもまだ分からんな。こっから運命が変わる。よし、思い出を見に行くぞ。よっしゃー、思い出全部ゲット。え、引っ越してっちゃったのか。で、帽子をくれたんだ。あげるよっつって。弟じゃなかったわ。帽子をくれて、そっか、一人ぼっちになっちゃったと。なるほど、引っ越してっちゃったパターンね。結構引っ越してくんだな。でもこれ以上なんもねえや。よし、たこ揚げだ。たこ揚げスーツを。犬は無視。じいちゃん、たこ揚げしようや。
これだっけ、これで、ほっ、よし、タコ揚げパターン。ゲッツ。はーい。よかったね。あ、ひも貸してってきた。貸してやれよ。うん、ここが変わる。どうなる？するとどうなる？結局加工でね、雨降ってんのに、鉄砲王子はただの目撃者になっちゃった。鉄砲王子で運命を変えよう。犬さえいればきっと鳥を捕まえれるはずだ。幸せの青い鳥。いいぞ、行け。犬呼べない？撃つしかないのか？こっちから撃つか。待って待って、でも犬となんかコミュニケーション取ろう。取れない。撃つしかない。撃つぞ、行け。よし、撃つぞ、捕まえろよ、行け、犬、そこだ、行け。あー、ダメだ。動きを予測しよう。ここに犬を呼ぼう。そこにいろよ。行くぞ。そっちかい。でもきっと次はこっち来るだろう。ほら。ダメだ。ダメでした。ダメでした。ごめん、ダメ。失敗した。私は失敗した。もう一回。まず犬を呼ぶ。で撃つ。ほら。
おお。で、ここに犬を呼ぶ。で、撃つ。ゴーゴー。次どこ行く？あそこかな？違うか。次で決まるやん。ここかな？あ、ここは犬禁止だ。撃つか普通に。あっち行った。あっちだったんかい。撃つ。あいつ、あ、道ができた。おお、新しいエリアに。じゃちょっと一回この鉄砲寺の思い出集めよう。なんか結構そこら中にあった気が。思い出あった。全部取ってからまとめてみよっか。ちょっともうわかんないですね。忘れちゃったな。よ、行ってみよう、こっちに。ここはなんもない。うわー、なんか綺麗なお花畑。どっちに行く？戻りそうにないからな。こっちにしよっか。ここ。おいで。ほら。装置。はい。そっちとこっち行ったり来たり。じゃあここに犬を呼ぶ。よし、これでガウガウできる。ガウガウ。OK。 したら多分ここだよね。ここに犬を呼んで、よいしょ、撃つ。どうだどうだ、いけるか。そろそろ限界じゃないか。鳥もまだ粘るか。奥行ったね。ちょっとこっちの細道も気になるんで登ってみましょう。なるほど、これはサッカーボールないと壊せない。さあ奥行くぞ。何、金みたいな音した。開けちゃいけないのか。うわ、なんかすごい。開いた。怖
ここ開けとくか。意外と広いんだなあ。あー、これはサッカーボール台と。なるほど。ワンちゃんが、ワンちゃんはどこに配置したらいいんだ。とりあえず撃つしかないか。行け。あ、巣だ。あそこだ。どかせれない。どうしたらいいんだ。ちょっと待ってよ。あ、開けれるか。あ、開けれるようになった。待って、紐あるよ、紐。いいぞ、タコ揚げを邪魔せず。おお、紐を使える。ぐるっと回って、ちょっと待って、ぐるっと回るのはいいけど、ここだから目的地は。ああ、引っかかってる。そういうことか。ぐるっと回らなきゃいけねえのか、結局。うわー、ちょっと怖い。うわー、でも綺麗ですね、景色が。すごい。あ、危ない。生きてた。丈夫。わあ、心配して来てくれたの？かわいい。こういう運命ね。でもこれじゃダメなのよ。結局荷物がすっ転ぶから。結局一緒です。なのでもう分かってます。紐が手に入る。タコ揚げを邪魔せず紐が手に入る。いいぞ。よしよしよし。いいぞいいぞ。で、荷物をね置いて、よいしょ。さあ、鉄砲王子を追いかけよう。え、うん、まあ、あっちに紐あるで。紐あと引っ越しお姉さんの思い出は取れない。サッカーボールで壊さないといけないか。まあ今は紐だ。よいしょよいしょよいしょ。思い出、どうせ悲しい思い出なんだよな。ああ、結婚式を遠くから見てる。ああ、紐ゲット。一応助けれるかな。どうしたの。ちょっとコミュニケーションできない。ダメ、諦めましたね、彼女。よいしょ。
こっちにもなんか思い出が。あるよ。ゲット。これもどうせ悲しい思い出なんだろうな。あ、ちょっと幸せな思い出。ちっちゃい時からね、一緒だったんですね。ずっと好きだったんだね。ずっと好きだったんだぜ。相変わらず丸めがね。ずっと好きだったぜ。お、犬。何？よし。これでこの紐でおじさんを助ける世界もあるのか。これどうなる？どうだ？崖も崩れない。崖も崩れない。荷物こぼれない。ボールで構造飛び出さない。最高。絶対大丈夫。あれ？結局？嘘。もしかしてそんな。最悪だ。犬。なんてこったい。はあ。ちょっと運命変わるかと思ったけど、変わりませんでした。もうちょっと、こねくり回さないといけないですね、運命を。しかし今日はちょっとね、もう、丸メガネ、体力の限界。ということで、続きは次回やっていきたいと思います。どうしたらいいんだろう。多分紐でこの鉄砲王子を助けるっていう方向だと思うんですけどね。ちょっといろいろやってみましょう。ということでまた次回お会いしましょう。ハンサムクロージでした。バイバーイ。